平日の練習やめようかな。メルさんももう眠いって言ってるし、私もちょっと疲れるんだよね。なんかメルさんが練習練習っていうか、平日毎日やってるんだけど。一番最後が、あ、この後か。メルダウンの後か。そうですね。あれですわ。エルダー取ったときにメルさんがトライしてて、で、リーシング落ちじゃないですか。うん。うん。そしたら、4V5 で向こうが当たれる格好になってて、うん、ザヤがいな、あ、そうだね。ザヤがまあいなかったけど、野草が乗り場になったからいけるっていう判断だね、これ。あ、でもよかった。育ってた野草を落とせてましたよね。あんだけ育ったら私、マスタインみたいに殺せないと思ってた。多分勝ってる時はこっちから仕掛けてる時で、負けてる時は向こうから仕掛けてる時だと思いますね。ああ、うん、その睨み合ってて用意どんどん組み合ってっていうのはあまりなかった気がします。どっちかのペースで絶対当たってたはずなんで今回。なるほどね。なんかもういきなりわーって来られたのか、いきなりわーって襲うか襲うか、そうそうそう、なんかこっちがいけそうなタイミングだから襲おうで成功すりゃそれはこっちのペースだから勝てますし、まあノーマルっぽい。視界がなかったから、なんで負けたんだろうって言えば、こっちが万全の状態じゃないときに当たってるときぐらいだと思いますね。なんかドラゴンとかバロンとか、なんかオブジェクトに対してフォーカスしてて、睨み合ってて、五分五分だけど当たったらどうだったのって考えるとこあんまりなかったような。何も考えてなかったってことなのかな。うん。結局そのだから前の試合も4ドラまで待とうって言って、その間になんかいざこざが起こってるのは、まあどっちに転んでも割と無駄結局そのフォーカスしたいドラゴンの時にウルトがないとかテレポートがないとかだとメイクできなくなっちゃうんで、一回だけあドラゴン上がるのとウルト上がるの同じだなって、うん、その時にどっちかが傾いちゃうと、今そのテレポートがないから、まあテレポートがないと、例えばあのトップウェーブを捨てて、トップウェーブのファームを捨ててドラゴンに寄らなきゃいけないとか、どっちかで損切りしなきゃいけない状況が発生する、うん、それはまあドラゴンがドラゴンなら優先なら、じゃあトップウェーブなんか別にいらねえじゃんって、いやそれはそうなんですけど、だからオブジェクト戦とかタワーとかで寄ったら寄った分だけ損が発生する可能性があって、うん、野草が強かったんだよなこんなの。まあね、てかあのゾイのスリープバブルって壁で止められるんですか。壁で射程が伸びます。いや、あの野草の壁でこう遮れるんですね。遮れます。あれは飛び道具は基本的に全部弾は止められるのか。うん、まあ基本的そのプロジェクタイルは基本的に全部カットするもんだと思ってもらって、例外は、その場に発生しそうな、そうラックスのウルトとか、その レーザーに近いようなものっていう言い方をするとちょっと語弊があったりするんですけど、まあ、ちょうど今ゆるぐさんやってたセナの通常攻撃とかは貫通します。うん、貫通するものもあるんだけど、あとはあのその場に止まったりするものっていうのもまた分類としてあって、グラガスの樽とかオリアナのボールとかはその場で止まります。その場に落ちたり
だったと思いますね。ボールは確かその場ですね、間違いなく。グラガスのウルトは消えるのかな、Q が確かその場で停止するはずです。まあ、全部覚えるのめんどくさいので。そうですね、私もなんか玉っぽいやつ、うん、だけど兄のなんかリセットされたみたいな。 Q とか通常はあれですけど、あの高音型の AOE は貫通します。うんうん、なんか火吹いてそうだけど、例えばそのランブルの火炎放射とかも貫通しますし。あ、そうなんだ。うん、まあどれがどうというのは、まあ、自分が使ってて、あ、これは貫通するんだしないんだぐらいでやって覚え、自分の使ってる分だけ覚えるのが一番いいですね。そう、多分ルルレーザーも止まる。あ、ルルもね、ルルはねだいたい止まるんですけど、あれもポリモフも止まるし、あれが本当すごい。ポリモフもただそのピックスが後ろについちゃってれば後ろからは通ったりとか。ああ、それはあるかもしれない。うん、そうあんまよく見てないけど、ピックスをまあその壁のない位置にいるチャンピオンとかにつけたら回り込んで当たったりするので。まあ練習もきっちりやるならやっぱ万全の状態でやった方が練習の質が上がりますよね。ちゃんとっていうのはやっぱ構成からいかないとダメなんですかね。まあ、目的を何とするか、その顔合わせだけなら全然がんだんだんやね、その目的なしにだんだんやっていいと思いますし。そう、ちょっと背中に私はチェスト欲しいだけなんでね。悪かったな。練習したいっていうとやっぱりモチベーションにも関わってくる。別に俺ジャングラーじゃないからやんなくてもいいしとか、それぞれの練習で、いや俺シェンやりたいからと思ったけど、いや絶対これシェンいらねえ編成だったなと思いながらなんかやってたから、あれも良くなかったし。序盤はね、カムさんとかクールさんもなんか全然練習参加してくれてたんだけど、後半ちょっと下ってきちゃって、まあ誰かが抜けると、あ、抜けちゃう、あんまやる気ないんだなってなっちゃうから、雰囲気は。まあいいかな。あまりガチガチにやるのも良くないからね、しますよ。そうですね。私もなんかもう土日だけにしたいんですよね、練習は。どれにしようかな。土日も土日でね、その家族とか友達の付き合いがあるから、土日はダメだよっていう人も逆にいますし。そうですね。難しい。来週再来週クラッシュだからみんなガチガチにやるぞって集まる人いなかったりとか。本番当日初顔合わせなんだけど私は楽なんですけど。うん、先週のクラッシュ、先週か、先週のクラッシュ、前回のクラッシュがちょうどそれでしたよ、はい、あのその当日になって坂本さん空いてますか、いいよって言って。そういうもんですよねどこでやるのって言ったら、気軽にできるクラッシュが好きです、うん、どこでやるのって言ったら、坂本さんジャングル行けますか、あ、いいよ、え、俺ジャングルなんて全然みんなそんなイメージないでしょ。そう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 、だから別に言うんですけど、ゴールドでいいんだったら俺どこのレーン行ってもゴールドはあるよ。でもやっぱマクロは坂間さんが納得させられるような説明で言ってくれる気がする。マクロも ね、いやこれも結局どこまで落とすか、そうなんだってちょっと疑問に思ってたかもしれない。マクロはまあメルヘビさんとか多分各々のマクロはあるんですけど、うん、やり方が違うだけでね、やり方違うっていうか、その自分たちのチームのレベルに合ってない時がありますよ。ああ、うん、求めるものがねちょっと高いんだよね。そうだ、理想はそうなんだけどできないじゃんっていうのがあって、まあね、
私も最近さっきの宇治さんのあの一人あのイヤオイとか育てて一人キャッチアップして落としたらバロンできるねって言ってたんだけど、うんうんうん、じゃあ誰がキャッチアップ担当するんだろうって言ったらゆるぐさんがやんなきゃダメなんですよあれ。ゆるぐさん、ゆるぐさんが司会を取って、はいはいはい、でじゃああそこに浮いてるやつがいるからアリスさんがゾウイへ引っ掛けてっていう格好にしかならないんで、そこに行くまでの前段階、そこに行くまでの段階にどうするかが難しいの、うんうん、じゃあここにワードがいるねって刺しに行って、あ捕まったとか言ったらもう計画破綻ですよね、うんうん、あったあった、うん、なんかクラッシュで、ああでも、うん、だからマクロが高いのはいいんですけど、うん、どこまで下に持っていけるかだと思うんです。うん、個人的には細かく砕けるかみたいな感じ。そう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 、現実的に実現できるところまで落とさなきゃダメ。理想はこうだけどそこに近づくための道がわからない。これがハイティアだったら別にいいんですよ。全員ダイヤモンドだとかプラチナだとか、うん、ハイティアでもうね、俺このナサスならナサスだったらどこまでもいけるぜみたいな、ワントリックポニーでだったら多分上でもっとどうしたらよかったんだろうと、こうやってやったらいけるねって言って、ダイヤとかが強いっていうのはそういうことなんだよね。キャッチアップしたいよだけで通じるんですよね、多分前の段階何すればいいかが。うん、そう、うん、いやこうやってやった、こうやってやったら簡単じゃんっていう、まあそのいう人も結構いるけど、うんうん、まあ実はだってそれは俺には難しいよって、ウルト当ててって言ってウルト当たんない人いるんですさすが、うん、さすが分かってらっしゃる。マオカイヤスを簡単、あの、マルファイトとヤスを簡単だよ、マルファイトが打ち上げたところにヤスをすればいいんだって、まずマルファイトのウルトが当たんなくて、ね、みたいな。裏ガスのあれが当たんなくて。そう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 。難しいから、それは無理じゃんって。いや、でもプロとかみんなやってるから、これは強い編成なんだよって、いくら言われても、ねえっていう。だから理想と現実をどこまで間を取れるか。だと思いますね。なんで、まあ、練習するときもその簡単なコンプをやるか、それとも自分の得意なジャンプに寄せてそっちでちょっと工夫するかも、これ結構揉めるところで、うん、確かに簡単な構成を練習した方がいいのかな。アブソリュートゼロさんとことか多分そういう感じなんだかもしれない。よくタワーダイブしてくるんですけど、あの子たちは、うん、やっぱ TP のタイミングとか、うん、あまたこれやられたなっていう時があるんで、ボットに来て TP もぴったし合わせてみたいな、4マンダイブみたいな、あ、うん、そういう構成だったのか、うん、まあ、ピクは覚えてないんですけど、だから例えばそのダイブするとかピックアップするんでもね、サポートで一つフックがある、モルガナとかスレッシュとか、まあ、レオナでもいいですけど、まあ一つフックがあるよ、うん、でタワーダイブも例えばエリスとかエコーとか、あの入って抜けれるよ、でミッドレーンがレブランクとかバーストがあって抜けれるよとか、シンドラも一人倒せるよって言ったらやっぱやりやすいじゃないですか。やっぱこう、でこれがまあ、例えばダメージの出ないジャンプ、ミッドでオンやってますとか、あのサポートもタムケンだよとか言うと、誰から入ってどうやってやるんだろうっていうのが一つ来る、歯車が一つ狂った瞬間にもう大事故にしかならない。そうか、それいいかもしれないな、うん、多分アブソリュートゼロさんとかってなんかこう、もうこれが簡単な構成だっていうのを何個か持ってて、メンバーすぐ変わるんですけど、うん、あそこのチーム、でも多分その構成を練習すれば、こうやってこうやって定番のいつものやつこれやってで大体勝てるのかもしれない、うん、あのそんな簡単な話じゃないとは思うんですけど、真似するのも結構簡単だったりしますよ、ね、あの練習時間いらないかもしれないですね、このなんていうの、 CC で固める構成とか、うん、そう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 、フォークの構成は難しいかもしれないですけど、なんかウェブ、オスマルザハとかアニビアで最近っていうか、よくあるのそう、例えばジャーバンガリオとか、ジャーバンガリオとかジャーバンオリアナとかは超簡単ですよ。ジャーバンのウルトってまず外しようがないですもん。そういうシナジー私はよく知らんけど、ジャーバンガリオ、ジャーバンオリアナ、最近だったらあとアムムオリアナとかアムムガリオ、うん、なんかそういうチームのシナジーがあって、このチャンピオンを練習するってなると成果が見えた時に嬉しいですよね、やりがいがあるって、うん、そのレーン負けててもとりあえずジャーバンが乗ったところにオールインすればいいんだとか分かりやすくなるので、分かりやすいし、うん、まあ、そんなに時間がない時でもなんか
できそうな気がする。うん、けど私はあんまりその構成をしないな。あとはビッグウルトとかシシチェインとかの方が、うん、やっぱ分かりやすいっていうのが一番、うん、視認性のことです。うん、だジャーバンが入ったから合わせればいいんだとか。ああ、それはありますね。うん、そういう意味で、アリスさんが使ったゾウイのバブルは結構気使うんです、うん、あれ。そうなんですよ。私、あれ、合わせるの大丈夫。いや、あれね、きっちり重ねちゃダメなんです。ああ、そうか。CC の時間無駄になっちゃうのか。いや、そうじゃなくて、あれ、バブルで寝てるときってダメージ増えるんですよ。あ、起こしちゃうのか。起こしちゃダメなんです。なんで他のスキルでそのダメージが出るスキルを当ててダメージ取った後に CC 重ねちゃいなきゃいけないとかあって、うん、他 の余分な通常攻撃とかで起こしちゃいけないんですよね。なるほど、それやっちゃってたからな、うん、全然考えてって言われても分かんないでしょ。あ、そっか、そうなんだって、なんていうの、たまに起こすなって、なんでお前今起こしたんだと、そんなこと言われてあって、ランブルで火吹いてたらかすって当たるじゃんみたいなさ。あれ起きちゃった。うん、あれも一応攻撃扱いに起きるんですよ。あ、ライアットも言ってますよ、うん、ロールはやっぱ何やってるか分かりにくいから視認性上げるって宿題として出してたから見にくいんだと思う、うん、難しいっす。そう、あ、その辺ね、魚さんが入ってくれたんでね改善していきたいな。あとはまあなんだろう、まあ、その手があるのがいいですか、あとは。結構ね、その上の方はね、見たりとかするけど、この間一緒にやった昇龍くんとかは結構詳しかったですよね。はいはい、ああ、そっか、そのアマっていうか学生たちはこういう風にやってるんだって上の方の意見結構聞けるんですけど。あ、そうでした。うん。忘れちゃった。どうだった。そのプロの何ですか、トライアウトやってるような人たちの意見みたいな。あ、トライアウトやってたんでしたっけ。言ってましたっけ。あ、違う人だったかな。なんかこの話を同じぐらいの時期に聞いたような覚えがあったんですけど、どうだったかな。確かに昇龍さんは高校生リーグでプロのなんちゃら詳しかった気がするんですね。そうでしょう。で、まあそれはそのずっと上を目指していく、これからプロになろうとか言って上行く人にはすごく重要なんですけど、うん、俺みたいなゴールドまででいいやって言ったらゴールドでできることを探さなきゃいけないんで、そうですね、ゴールドの人でも簡単にできることっていうのを俺10年間探してきたので。坂野、ね、さんがそんなにランクやらないのに全然チームとして動けるのはそういうことか。そうだから逆なんです。ブロンズ、アイアン、シルバー、ゴールドでもできるコンプ、これさえできればいのは分かるけど、ゴールドまではいけるんですよ。レベルが高すぎてやっぱ自分にはできないっていうのは、うん、そう、理想はそりゃ、あ、俺はだってその配信でやってる TF ブレードとかああいうぐらいにさ、一人で5人切ったら強いぜみたいなのいるじゃないですか。あそこまでできればね、エビ君みたいにこう解説しながらこうやってこうやってこうやってやったらできるんだよって言ってね、スキルはまず避けたら大丈夫ですみたいなさ。それね、避けれねえからみたいな。レネクトンのスタンを見てシェンのシールドを貼りますみたいなね。見てから反応してくださいみたいなのはまずできないですし、うんうん、そう、イラオイがタコの触手を振ってきたらまずそいつを避けれないですから、ね。あと何だろう、一番分かりやすい、例えばブラムの盾あるじゃないですか。うん、エズリアルのウルトを盾してくださいって言っていて、そうだ、目の前で詠唱してくれたらできるけど、あれ結構できないですね。そう、ドラゴンやってる途中にね、後ろからホームのとこからピュッて飛んできたやつにとっさに反応してみたいなのできないですよね。なんか見てないですね。あ、伊豆がいるから飛んでくるだろうなっていうことすら考えないですね。来るかもしれないね、死ぬかもしれないねっていう、一応注意は僕いつもするんですけど、で反応して避けてねって言ったら無理ですねって言って、ね。そういうとこです。そうですね、やっぱり難しいことを、うん、いや求めることすらしなかったけどね、私は。なんかとりあえずみんなで顔合わせできればまだいいぐらいだったんで、いつも当日、うん、当日、まあ、そのやっぱ若い子は
すごくそのなんていう吸収が早いっていうか伸びるので、そういうこと上位のこともやってみたいんだろう、うん、そう結構できるんだと思うんですけど、まあ、うん、時間内に結局それについてこれなくなると、あの摩擦っていうか衝突が起きる。ジレンマ、俺はこんだけやってるのになんでみんなできないんだみたいになってくると崩壊しますね、チームが。メルさんそこかもしれない今、うん、そう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 、そう頑張ってくれてるんだけどみんなはそれについていけないんだよっていうのが、最近自分プラチナだからって言ってなんか求めること高くなってるかもしれない、そう、そこがね、その温度差っていうか摩擦っていうかね、結構問題になるところ。なんでチーム構成するのかっていうのもあるかもしれない。うん。だ絶対これ下に合わせるしかないんです。上に合わせるの無理なので、うん。上の人が下に合わせるのはできるけど、下の人が上に合わせるのは絶対に無理なので。うんですね。それ私は分かってないから一番悪いんだよ、ね。うん、いやこれ難しいですよ。僕もその違うスポーツの方であの、先生やってるぐらいの実力はあるんですけど、野球、あの違います、スケートボールなんですけど、あなんか前聞いたことある、全国大会行くぐらいはうまいんですけど、やっぱじいちゃんたちが年でついてこれなくなると、もうどん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 下にできることは何だろうって、ここぐらいまでできるか、よしじゃあこれで作戦考え、うん、ある材料で料理を作るしかないんです、うん、美味しい食材があったら美味しい料理作れるかもしれないけど、今はこれだけの食材しかないからね、肉じゃがだか我慢しましょうみたいなね、調味料お塩しかないから、そう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 、お塩しかないから塩味の鍋しかできないんですよみたいなね、それでも美味しい料理を作るのが腕の見せ所ですよっていう話で、うん、なんでね、そう私自身の知識がそんなにないから、なんか自分がリーダー、結構あれですよ、あの料理に例えるとチームワークって面白いんですよ、そんなにないな、みんなメイン張ってて俺肉肉肉って言ったら、肉しか入ってない鍋できたけどどうするみたいな、それで言うと、ね、あの料理教室で料理教える人が私なのに、あんまり知らない、詳しくないんだよね。ああそうなんです、うん、今そんな感じ、そうメルさんの方が知識あるから、やっぱ バランスは大事ですよ。ルールしか知らんからな、うん、そう。家庭菜園の野菜でも美味しく食べる方法、そういうのを探しましょう。いやでも難しいな。トップ勝てないもんな、俺勝てないもんな。メルさんに聞いてみそう。あ、わかんない、あの子ファイター系だからな、ちょっとタイプ違う、そうでしょ、だ全然経路が違うと思うんです、だろう、あこれ前田さんだから、今のメタだったら多分メルさんトップやってる方がいいですよ、そのファイター系、ただフィオラでもエイトロックスでも何でもいいですけど、まあタンクメタなくてあんま長いことないですね。タンクメタはね、一時期あのジャガーノートの時代はタンクメタでした。あの征服者が出てくる前、キーストーン、ルーンの征服者が出てくる前はタンクがあったんですけど、あれが出てからダメです。そのチームファイトになったらやっぱタンクいる方が楽ですけどね。タワーダイブとかも結構安定しますし。簡単で、絶対簡単です。捕まえたからこれは殺しきれるとかすぐ分かる。ダメージ計算は感じかな。うん、ただレーンが勝てないですタンクだと。はい。ほぼ間違いなく。だからサポートにタンクが行くのかな。そうですね、バランスもうタンク入れるところがジャングルとサポートしかない。トップは 1v1 勝ってなくなったら今あのスプリットプッシュが止めれなくなっちゃうんで、うん、絶対良くないなと思ってて、今そのスプリットプッシュ強い、例えばダリウスでも、さっきのイラオイもそうだし、あとなんだろう、エイトロックスとか、やっぱりサハリさんボットミートとかがいいかな、
うん、多分そう、今のメタだったら多分そうだと思いますよ。一緒にボットをなんとか耐え忍び。うん。多分その方が今のメタ向き。でどうしても今チームその、まあ、交代でもいいですけどね、タンクが欲しいよって言ったら俺のがタンクのプール持ってるとしたら。私が ADC 行ってもいいですしね。それはよくわかんないけど、そう、まあ、確かに、ゆるぐさんもそのレオナーとかノーチラスとかあんまり得意じゃないんだっていうんだったら、うん、じゃあ、ロール変わりますかって言って変わった方が、タンクは得意です。どこのロールいってタンクは得意です。うん、ミッドで魔王界とかもランクでやってたりしますし、オーンもできますし。うん、結局は得意じゃないところにあったら誰だってそのうまくない感じにはなりますけど、うん、うん、あれかやっぱその異色のボットでもいいのかもしれない。ナー ADC か。ああ、でもナーはあれはうん、ノマルだけにしましょうノマルだけにしましょう。別にいいですよ、あのなーでやってもいいんですけど大して強くないというあれ、結局これ細かい話なんだけど、なーはあれレベルがないとダメなんです。レベル上げないといけないんで、ソロレーンじゃないと、あの後期もあれソロレーンじゃないとダメなの、同じ理由でレベルがないとダメなんです。そうなんですよ、そうなんですね。まあ、どこを振ってもゴールドです、僕は。どこを入れてもらってもゴールドはあります。ランクを嫌ってるからだと思いますわ。ん？なんですって？ランクを嫌ってるからゴールドから上がらないだけで、ランクを回せば上がると思うんですけど。うん、いや、だから実際わかんないんですよね。あの、ランクやらない、やらないというよりは別に呼んでくれたら全然やるんです。だから一回そのゴールドワンまで行った時は、そうそう、一人でやらないだけで、ゴールドワンまで行った時は、お、ジョジョリオ暇だからランク行こうぜ、あ、いいよって。今もあのなんでコロナの影響とかで結構みんな休みが多かったんで、うん、一緒にランク行ったりとかしてたんですけど、うん、別に個人的にはそのゴールドまでいければいいや、どのロールでもゴールドまでいければいいやだったから、報酬がもらえる、だからゴールドになってからも、まあその組む人がやっぱバラバラなんで、トップレーナーの人だったりサポートの人だったり、そうすると俺足りないロールを埋めていくだけなので、それでずっとゴールドなんですよね。あとはあの、あ、得意なところで回し続けてないからってことですね。まあそう、坂野さん、そうかな。そう、呼んだら行きますよ。はいはい、呼んだら行くけど、ただ僕はそのキャリー機質じゃないよと。うん、同じ。うん、キャリキ質ではないので、そのい、ああ味方強いなあで他のレーン勝ってる、楽だなーみたいな、楽だなあ、ああボットレーンが強いから乗っかろうぐらいの、そうそう、あ、死なないようにしようとか、うん、もう難しいですよ、その環境の変化とかもあるし、ジャングラーは大変だし、あとは何だろう、その維持球が嫌い、プラチナ以上になったら、はい、あの定期的にランクやらないといけないじゃないですか。ああ、なんかあんまり意識したことないけどね、うん、落ちたことないや、それで、まあ、あれもそのしょっちゅうやってれば別にいいと思うんですけど、もう繁忙期とかで忙しくってやってらんねえわって言って落ちるとイライラしません？あ
ランクやってる暇ないわってなって、別に定期的に土日が休みだから考えながら、もう僕の場合その自分のパフォーマンスが良くないときは絶対やらないようにしてるので、もう仕事でクタクタ、コンディション分かってていいですよね。仕事でクタクタだから、あ今日やったら絶対これうまくないやつだ、 CS も取れねえわみたいな日が絶対にあるので、私は時間がないからやるときにやっちゃう。そのコンディションがいつも安定してる人は今の環境っていうか、そのランクずっとやっていけるでいいと思うんですけど、その波があるので僕はその力入れてやらない。うん。代わりにその短時間で効率よくというか、そのいかに少ない試合数でゴールまで行くかみたいな、ちょっと変わったやり方をしてますよ。そういう人は FF とかね。そう。だから。今年はそのアイアンスタート、ん？じゃあブロンズスタートだったのか。から昇格戦、ブロンズからシルバーの昇格戦のプロモが1回長かった分だけちょっとゲーム数が多いんですけど、うん。今まだシルバー1ですけど200ゲームしかやってないです。いつも150ぐらいでこうどんなあるんで。150、100か。ああでもあれじゃないですか。ディビジョンが増えたからとかじゃん。うん、アイアンが増えて、まあ、いやスタート位置がシルバーなんで、うん、スタート位置がいつもシルバーの4とか3とかなので、本当はいつもと同じペースで上がるはずなんだけど、今年はたまたまブロンズからだったので。なるほど。ブロンズの1から始まったんです。そうすると10ゲームやってプロモーションに入って、10ゲームじゃないか、最短でも5ゲームやってプロモーションに入って3試合いなきゃいけない。でまあその8連勝とか10連勝とかまずしないので10ゲームぐらい余分にかかる。うん。でそれを考えたら、いやもうちょっとランク上げといた方が良かったかな、ゴールド3とかでいいのかなみたいな。ああ私は楽でしたよ。たまたまプラチナ3まで上がってる時にシーズンが終わって、プレシーズンが終わったのか、うん、だからゴールド3から始まりだったんで早かったです。そう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 、もともと高い位置からスタートすると元へ戻すのが楽ですよねっていうのは痛感して、よかったなと。なんかメルさんとかはプラチナ4で止めてたんですけど、やっぱゴールド4だったかな、シルバーだったかな、なんかそんな感じでなんか苦労してそうでした。私は遅くまで起きさせてやりたくないですね。うん、まあ。告白しちゃう。そう、難しいのが、なんかいるときにいるメンツでみたいにやらないのが難しいのかなとも思いますけど。その方が練習になるからいいのかなとも思ったりしますけど。難しいですよね。どういうことです。うん。その方がいい。いや、うちらやるときは、まあ、例えば今ボリビアがアップデート来たからボリビアやりたいって言って4人集めましたって言ったら、じゃあボリビアだけジャングルで埋めました、あとはどこでもいいですよって言ったら適当に埋まるんですけど、うん、そう大会出るからトップレーンやります、ミッドレーンあと AD キャリーだけたいのか、 AD キャリーの人探してこようって言って探してきて、 AD キャリー専門の人みたいなのあまりいなくて、うん、私も難しいと思います。今日もちょっといつも割とロール考えてやってたんですけど、ウジさんがあれ他のできるかなと思ったんできなかったから、他の人に変えればよかった。ん？誰が何できなかったって？ウジさん。ウジさん？ああ、いや多分ねできないことはないんで、自信がないだけでみんな。私もジャングル自信ないから知らない人の中ではやりたくないかも、うん。そうだから結局自分がエディキャリーだったら活躍できるのにと思ってるのにジャングルだとうまくいかなくて、結局できないとイライラするじゃないですか、ストレスになって。そうですよね。うん。楽しくないゲームをしたいかって言ったらそんなことないので全員、うん、そう悪かったなって。私はちゃんと英語で言って他の人を呼べばよかった。まあうーんうん、その
オールマイティな人を何人か見つけておくといいかもしれない。そのいつもゆるぐさん、その僕はトップレーンだからって、トップレーンでしか呼んでくれないじゃないですか。うん、要するに俺どこでも行きますから、うん、どこでも行きます。ボットが一番苦手だって言われて、あ、じゃあメルさんの方がいいのかなって言って話してた。うん、だどこでも行きますよ。ただそのなんていうの、専門の人ぐらい上手いかって言ったらそんなことはないですよっていうだけ。今しかない。ただその俺 AD キャラしか、 AD キャラ得意なんだよねっていう人がもしゴールドだったら同じくらいはありますわ。いいね。じゃあボットで、もしゴールドだったら、その専門の人がゴールドだったら、だから俺もゴールドだから一緒だよって言いますね。専門にやってる分だけ専門の人のが、ああなるほどねくらいあるかもしれないけど。絶対下手とは言いませんね。俺は今の実力はゴールドですって言います。私もサポートすらゴールドの実力あるのか分かんなくなってきた。ルルやっててもそんな。いや、ルルは自信持っていいですよ。何て言うのかすら分かんない。なんかこの人変だと思う。ルルは自信持っていいですよ。他のは怪しい時あるけど。いや、怪しいしかないから。他のは怪しい。まずこのチャンピオン触ったことない人だなぐらいのことを思う時ありません。そうそう、ちょっと背中で15回ぐらい使ったからとか、それっぽくなってたけど。笑うしかない。あとはまあなんだろう、いろいろそうな、チャンピオン鳴らすだけならアラムやってみるとかね。ますね、あ れ絶対にランダムで回されるんで。言われますけど、うん、やりたくない。今日のお題はこれだ。そう、だからアラムやるときは絶対にリロードしないって決めてたけど、なんか今こう、好きなの拾えるじゃないですか。ああ、そう。あ、もうダメだなって思った。苦手なやつ絶対やんないよ。いやー。僕逆ですね。新しいチャンピオンとか、その苦手なやつ来たらやろうって、せっかくアラムだからやろうとか。あとはあのアラムって変わったビルドできるんですよ。普段のリフトと違う。それも難しいんですよね。なんかあの、例えばノクターンで涙積んだりとか。そう、アイテムの効果分かってればできるんですけど、うん、あとカイサとかルシアンで AP やったりとか。そういうなんかちょっと遊ぶセンスみたいな。昔だとそのなんだろう、トリンダメアでもタンクにするとか。あれ、トリンダメアってタンクにしちゃいけねえ。タンクにする意味あまりないんですよ。ただあれ、ライフスティールガンガンに積んで、もうなんていうの、序盤することがないんで、ずっとミニオンでファームするためにライフスティールのサスティンが欲しいとか、そういう変わったその戦略っていうかノウハウがあったりとか。そう、魔王界でもなんかシャトゥースとロアを積む時代がありましたからね。新しい発見があるっていう意味でアラモはすごくいいです。練習になるかどうかはまたちょっと別かもしれないけど、単純に鳴らして平行な感じなんだぐらいでいいんだったら全然アラモはいいと思います。どうだ、未来ってのは痛いもんだろ。それこそ顔合わせでいいならアラモでもいいんじゃないですか。そうチームで寄ってタワーダイブしようとかいうコンセプトができないんだったらアラモでもいいかなってちょっと今考えましたね。まあそうなっちゃいますね。うん、私としてはまあアラムは好きじゃないのでっていうことでノーマルにしてるんですけど。あのあれはやらないんですか、かけロルとか言って。ああ、かけアラムかなんかやってる人たち、お絵かきさんたちいるじゃないですか。じゃないかな、今もわかんない。今やってないですか、拾えてないだけで、ね、本当はいるのかも。あれね、ずっとツイッターで追いかけてるんですよ。みんな楽しいことやってるな。ライアクターの人もあ、なんですけど、ま、負けたら書くんですよね。そうです、うん、このチャンピオン使って負けました。そう、いいなこれ。書きたい人は勝っても書いていいですよっていう感じです。うん、まあ
としたら、まあ、とりあえず夜は開けとくんで、うん、どうしようかな、それとも、それともあれです、バロラントやります。それもいいですね。やりたいけどちょっと土日かなやるとしても、本当にインストールする時間が、そうですね、まあ、何でも、まあ、リーダーはニュルグさんなんで、うん、これ3週間ぐらいも私家帰ってきてお風呂速攻入ってご飯髪乾かしながら10分で食べて9時に間に合わせてだけどもう疲れてしまったよ。さすがにあれですよ、やっぱコンディションっていうか自分の体調良くないとうまくいかないことも結構ありますよ。そうですね、余裕がないとダメっていうんですか、もともと平日のゲームやんないようにしてたんですよ、うん、それぐらい睡眠時間なくて、睡眠時間なくてはゆるさん朝起きるのが早すぎません？そんなことないんですよ。だって朝5時には寝るんですけど、あもうランクやってるぐらい。5時に起きて準備に30分使って1時間ランクして30分ぐらいその後に絵を描いて、そうそう必ずランクやって絵を描いて CS の練習をしてが最高ですよね。そうそうそう、 CS 練習して絵描いて、まあ、でも絵描いてもあれですよ、ランクの時間が伸びちゃった時の保険で残した時間が余った時だけなんですよ。1時間半そういうことなんですね。そうです、あいつも描くんじゃないんだ。なんか緊急マッチングが遅れたとか終わるのをギリギリだったらやらないです、はい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 、1時間ゲームになっちゃったとか言ったらやめるわけですね。まあそれを抜かしたとしても1時間睡眠時間は増えるか。でもいやでもいいな、そういうのがあるとなんていうんですか、やっぱり絵も上達するし、寝坊しなくていいですよ。寝坊しなくて、そう、いやいいな、毎日そうやってコツコツやるの俺できないもんな。そうですか、うん、あだから、まあ、だからそのコンディションが悪いとか関係ないんですよね。私の場合これやる時間だからこれやるみたいな。そうですね、そうですよね。だからそれはね、落ちる時は落ちる、すごいなと思って、同じことするのが好きなんですよ。同じこと鍛錬じゃないですけど、ああお逆ですね。だから別のゲームやらない。もう俺とゆるぐさん合わないですね。俺同じことするの嫌いですもんね。そうなんだ。私もなんかこう、うん、昔のなんていうんですか、なんかこう昔の伝統工芸か、伝統工芸とかこうちまちまやってる仕事の方が良かったかもしれんって思う。ああいや、それはそれでね、僕もやってみたい趣味があって、あの水槽とかあの陶芸とかああいうのはね覚えても楽しいかなって。水槽、水槽アクアリウム、ああうん、まあ水草育てたり、そのエビとか魚とか飼ったりで、あれもそのボンスパイとかと一緒で、あの造形を写真に映えるようにインスタ映えするようにその流木の並び方とかいろいろ工夫してやったりとか、滝を作ったりとか、見立てでね滝を作ったりとかいろいろやってるのがあって、今 YouTube で結構調べてみたりとか。へえ、水槽、うちの父が昔熱帯魚かなんかやってて、あれがうちもね親戚のおじさんがやってて、ね、あのネオンテトラ、赤と青のちっちゃいやつ、綺麗な魚か。そうそうそう、あのキラキラの熱帯魚、あれを飼ってたりしたんですけど。おっ、平日はやめようかな、体調怖いか。本当はね、私の通勤時間が2時間なければと早く帰ってきて。2時間、うん、私5時半に、遠すぎません？5時半か、ま、前は2時間半だったんで走りになったんです。いや、片道2時間でしょ。そうです、定期券13万円。いや、自慢。いや、うちの弟もその通勤時間っていうか片道1時間ちょっと名古屋まで通ってたんですけど、うんうん、そうそう、ヘルさんもなんか学校1時間って言ってた、うん、長いって言ってたけど、まあ、学生ならいい、まあいいっていうことはないです。やっぱあの毎日、そうそう、僕もその現場ごとによってその片道1時間半とか2時間とか、現場が変わるんだ、うん、だった時があって、今また違うんですけど、今もまた違うんですけど、
そういう時は、まあ、たまに行くならいいけど、これ毎日通うんだと大変だなみたいな、片道2時間その、うん、まあね、あの西から東まで走ってみたいな、そうそうそう、そうするともう本当に自分が体力的にクタクタになって、そうご飯食べて寝るだけなんですよね、もう仕事をして帰ってきて寝るだけみたいな生活を一月ぐらいやってた時があって、それだと本当大会の情報とかってなんか一応メールは毎日見ないと、たまになんかキャンセルのチームあったから入りませんか、でも期限なんじゃないですか、ダイアットガーディアンもすごかったですよ、メール来た日翌日の2時までに返信しないとダメですみたいなの来てて、まあ今はね、そうそうそう、いやもうめんどくさいから今返事しなくていいやとかできないとね、もう余裕がなくなってきて、そうメールが見れなくてでさ、そうそういう余裕が何にもないとびっくりしてしまう、これは何だったか、で今弟名古屋に越してて、うん、あ通勤時間短くするため、そう短くするためにもあるし、あ、その結局名古屋からもう一つ奥まで行ってたもんで、うん、片道2時間ぐらいあったのかな、あれで電車で、そうそうそう、で、あの出向先で仕事が終わって帰ってくるともう終電がなくて、うん、あのトヨタまでうちの方まで帰ってくるで、深夜の0時に俺が迎えに行くか、もうないから名古屋まで迎えに行くか、まあ、終電なくなったわって言ったら、うん、じゃあ0時に電車がないから迎えに行くわって言って俺が出かけて、うちへ帰ってくると午前1時、うん、みたいなのがありました。あるある、そうっすね、終電までいると大体帰ってくるの12時過ぎで、うん、ご飯食べて1時に寝て起きるの5時まあもし通勤時間短くできるならその方が楽ですよ。そうですね、まあ、うん、一人暮らしすればいいだけなんですけど、ね、時間線電車で通えば定期代が出るという住宅補助は出ないけど時間は金なりって感じですよ。本当に タイムイズマネーで、そう、うん、健康かお金かみたいな、うん、もう片道1時間超えるんなら、うんね、うん、まあ、結局その家賃とか、あの向こうで部屋借りるにしても家賃とかかかるんで、 そこと自分のところの環境と相談になってきちゃうんですけど、うちは田舎から都会に出る格好だったんで、向こうに住んでた方が買い物とかも何かと便利だし、ああまあうちもそうなんですけどね、私あんま空気きれいなとこじゃないとなんかうわってなるから、あ、分かる、うちもね田舎でねどうやって布団干してるんだ、トヨタでも田舎に住んでて周り田んぼと畑しかない、うん、どこ見渡しても緑みたいなとこにいるんですけど、だって都会の人どうやって布団干すのか分かんないですね、布団干さないのかな、大丈夫？大丈夫っす。なんか助けてみたいな声が。うん。いや、大したことない。窓が開いてたよっていう。なるほどね。どうだ。そうか。いやー、でも一応来週の宇治さんに9時から練習あるよって言っちゃったから。宇治さんもどっか大会で誘ってる。あ、そうですね、ハングリーの ADC 急遽探しましたね、ちょっとメールなくて出れなくなっちゃった子が来たんで、なるほど、外しちゃったんで。え、それってそのままなんか俺が AD キャリーでハマってるとこで出てもらったらいいんじゃないですか。あれはもう応募しちゃったんですよ、メンバー変更しようとすればできるとは思うんですけど、だから名前が、なんか名前を出しちゃうと、そう
ですね。その変更届がいるかいらないかみたいなのがあるんだね。なんか締め切り、応募締め切りまでいくらでも変えられるみたいで、私の方はもう今週末なんで、締め切りは先週だったかなぐらいだった、リザーブで埋めるためにメルさんと魚さんに割り振ってますね。はいはいはい、そうか、なるほどね。まあ、大会もそういうあれがあるとめんどくさいな。今週の花金杯は社会人向けなんで、もともとサモナー名登録もしないような登録を取るはずだったんですけど、やっぱりなんか通不都合があるみたいで、今回はサモナー名指定してリザーブ2人まで入れてますね。前回のルールだったら当日いくらでも変えられましたね、クラッシュみたいに。まあわかんないですけど、運営には運営の都合があるんでしょうぐらいで。もともとその、なんていうの、社会人向けだから、そのメンバーは当日いくらでもいじれるようにっていう配慮してくれてる大会だったんです。その方が嬉しいですって。ああごめん残業入っちゃったとか、終電なくなって帰るの遅くなっちゃうとかね、いろいろありますもんね。運営の人が友達なんですけど、本当はそうやりたかったんです。今回なんかこういう形になってます。うん、まあいろいろ試してみて、そうでしょ、あのまあ他のどういう客層っていうかね、学生さんだったら学生向けとかね、そんで、ゆるゆるでいいやとか、うるさい人がいいと、ね、ガチガチにルールも固めてね、隙をね、重箱のスープみたいにさ、これルールに書いてないんですけどいいんですかみたいな。すぐこすいこと考えるやついるからな。そうですね、穴をすり抜けるのが得意な人。書いてないからやってもいいでしょうみたいなね。なるほど。じゃああれです、ゆるぐさんたまにはこっち遊びに来ます。チームスピークですよ。え、いや、あのうちの方もさ、はいはい、新しい人呼べるといいねって言ってディスコード開設してるのがあったりするんで、新しい人呼べるように、呼びにくいんですよチームスピークは。あのそうチームスピークはね、まずチームスピークをインストールしてください、何それってから始まるもんで、あるあるある。でしかもなんか設定が、そうそうそう、まず URL を入力して、えとか言ってる間にもうグダグダ、なんかリーグボイスでいいじゃんって言って、あれ入れてポチだからね。やってたりしたね。まあちょっと癖はあるけど、でディスコードの方がやっぱそのボットを導入したりとか、そう、やっぱあの視覚的に見やすい。うん、チームスピークなんかわかんないや、サーバーなんかテキストベースだから、うん、いやチームスピークもね、あの結局そのボイスチャットにしかも力を入れない、うん、そのゲーム関係だったりとか、こうテキストとか、その何 RSS のティッカーとか、ああいうのは実装しないって言って言ったらしくって、 RSS、 ああ、そのブログの、そう、ブログの更新とか、あれディスコードあるんですっけ。ディスコード、あのボットが導入できます、 IRC と一緒で。ああまあ、うん、API でもできますけどね。そう、うん、その API なんて言うんだっけ、あれ Webhook かなんか、あーそうです、うん、ああいうのを使ってそのボットを導入して、あのボットに結局通知させるんですよね、チェックしといてって言って、更新があったら流してって言って、そうですね、うん、あれができるのが便利で、今はなんかアナウンスチャンネルっていうのが作れて、それで別のチャンネルに情報を呼び込めるみたいにもあるみたいですよね。まあ、詳しく聞いてない。あ、なんかありますね、あのなんですか、デベロッパー、あ、じゃあパブリッシャーか、うん、デベロッパーじゃなくて、ああいうゲーム開発してる会社とかもディスコードのチャンネル自分で持ってて、うん、ゲームのアップデート情報があると通知がいくよとか言ってやってる。なんかこのリーグオブレジェンズの NA のサーバーとか、なんだっけ、おなんかどっかの サーバーチャンネルプチってやると、下の方になんかアナウンスなんちゃらってなって、うん、あ、フォローしますかって書いて、フォローするとチャンネルに通知いきますよ。そうです、そうです。あなたのチャンネルに。今そのゲーム会社っていうか、開発運営、開発か、ゲームの開発とかはそういうのが増え
ってきてるのかな、ディスコードを使うように。開発途中も今こういう風に変更してるんだよとか、作りながら意見聞きながら。そうそうそう、すごいですよね。そのユーザーっていうか遊んでる人と。ボードをやめちゃったのってディスコードがあるおかげなんですよね。コミュニティディスコードが主だから、うん、もうボードの役割はいらなくなりました。みんなディスコードとかレディットを使ってください。そう、ディスコードとレディット、レディット、まあまあレディットディスコードの方がやっぱ便利だと思いますね、うん、もうレディットも見なかったけど、もう日本のウィキもちゃん、にちゃんとかも見てないので、どっち、うん、なんか探してるとレディットに行っちゃいますわ。どの道くるから、うん、2チャンネルはもうほとんど機能してないのかな。それこそアングラみたいな感じで、うん、思って立ってるのはやっぱウィキとかブログとか、まあ、あとツイッターとかの方が多分その情報交換だと多いと思います。そのツイッターとか YouTube とかで動画で流れてるのをみんなでこう情報交換する、うん、みんなでそのコミュニティボードを見ようみたいなのはだんだんなくなってきてる気がします。そうですね、自分から見るっていうよりプッシュ通知っていうのかな、ああいう方が出るかもしれない、うん、そうそうそう、どっかで誰かの発信してくれるのを待とうみたいな、ディスカッションに参加しようみたいなのがなくなってて、裏でこそこそ話してるのなくなったんだな。まあ、2ちゃんまとめサイトみたいなのありますけどね、社交速報とかなんとかいうのが。ヨードル速報でしたっけ、うん、私、あれは思わないけどね、うん。なんとか速報、なんとか速報ってね、まとめサイトみたいなのありますけど。なんか、悪口、2ちゃんの口調だからあんま好きじゃないですか。ああ、ゲートしちゃった。よし。はい。今日はじゃあこのぐらいにしますか。もう日付が変わってしまう。そうなんですよ。私もこれ終わったらやっと寝れる。お疲れ様です。また明日。お疲れ様です。ちょっと考えます。練習あるか。うん、まあ別にあってもなくてもどこのロールでも僕やるんで。そう。ただね、やっぱドボットの方がいいかな。メルさん得意なところで勝ってもらって。うん、メルさんは多分ね得意なところの方がいい。もったいないなと。まあいろいろ合わせてみるのがいいですよ。そうですね、まあ、ロールも、あの子のロールもあんま最近やってないからね。結局どうやったら噛み合うんだろうみたいなとこがあって、そうですね、それを試せれば試す時間があればいいです。そう、おい、まあ、1回で急にうまくいくこともないので。そうなんですね、うん、じゃあお疲れ様です、おやすみなさい、またお願いします。
足と踊るなら